と決まった気持ち。ズバッと決まった気持ち。あれ、エコーでやるのどうやろん、うん、エコーでやるのどうやろん、エコーでやろん、え、どうやろん、エコー使うん、エコーのかんの、あ、そのままでエコーでかかってんやん、うん、そのままでエコーでかかってんやん、あ、そうな、え、こっちからエコーできへんの、うん、こっちからエコーは、え、どうやろ、エコーがないぞ、レジ、待ってな、おはよう、警報ですよ、集まって、ブラッチリスターの皆さん、事件です、大事件発生しました、大事件、おいで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 、おいでおいで、どの人もエコーかかってんちゃうの、0番の、え、どうやってエコーかけてるのこれ、うん、エコーなんかかかってへんで、エコーのかけ方が分からへんわ、え、運営からもらうってどういうことな、そんな機能ないやろ、おつジョリージョリ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 ーパスタ、え、ないでエコーなんか、うん、いらっしゃい、どう、おわっち、おわっち、相変わらず、うん、あ、景品でか、景品でエコーか、あ、そうなんねや、あー、なるほどな、わかったわかった、うん、おわっちですか、おわっち見る放送枠あるんじゃないん、うん、見る放送枠あるやろ別に、今の時間だったら誰がやってる今配信者見ていい、今この時間放送したやつ、あきこママ、みずにゃん、あ、みずにゃん今ふわっちゃってんねや、今かやくだどん、こまい、こまい、じじさん、マリオ、結構やってるやん配信者、うん、あ、ダカッチン、ホームランどんつくらすかい、ビンビン親ビンさん、どんつくらすかい、あ、ちょ待って、ありがない、こんばんは、うん、確定申告する風なタイトルやめろって、他他お前舐めてんな、舐めんな、うん、おはよう、優先順位で、あの優先順位あんの、うん、配信者の優先順位ってあんの聞きたいねんけど、どういう配信してたらまずそっちの配信見に行くん、うん、どういう配信してたら そっちの放送行くん、こっちの多分重要やと思うで多分一番気になる配信と思うで、そうじゃない、一番気になる配信の方で優先、おいでよ、うん、フォローしてる人、フォローもしてね、俺あのフォロワー100人ぐらい減ってんけどフォロワー100人ぐらい減ってんけど、どういうことなん、うん、あ、狛江の似顔絵な、あー、あれがバズってんやな、たまたまやろ、うん、俺も似顔絵描くか、うん、描いたんで全然、やる気は全然ある、やる気、うん、全然配信やる気あるわ、配信やる気なかったらな、あの配信回しない、うん、フォロワーマジあの100人ぐらい減ってんで、うん、この前250人、あのこの前あの炎上して250人フォロワー増えたけど、ものの1週間もせんうちに、え、ものの半月で100人減ったよフォロワー、うん、そんなんやったらさ、肌からさフォローすんなよって思うもん、マジで、いやマジで思うで、うん、つけたり外したり忙しいやつなんて、うん、ハロー、
あれ、なんでそんなつけたり外したりすんの、うん、フォローバックしてくれへんか、フォローバックしてくれへんからってこと、うん、フォローバックしてくれへんから、フォロー外すってこと、あ、そうなんや。うん。間違えて、それはあるな。めちゃくちゃあるわ。めちゃくちゃある。いや最近思うねん、その毎日毎日おもろい放送できひんよ。いや最近別にそこまでひどくないけどな、うん、ルイージ抜かれたわ、うん、ルイージ抜かれたわフォロワー、うん、ついに、うん、いやそれやったら鼻からフォローする意味あるかなと思うんだ俺、うん、鼻からめっちゃ思うで、うん、面白いからフォローして2回目なったら外す。どういうこと？面白いからフォローして2回目だったら外す意味がわからんねん。それやったらもう外すせえへんかったらいいねんて。うん。最初から。そうじゃない。うちはね、フォローバックの基準は、課金してくれるリスナーさんを基本的に優先してるよね。課金してくれるリスナーさんね。応援してくれるリスナーさんは基本的にフォローするよ。フォローバックで。うん。それ以外もほとんどフォローバックってないよね。あんまり。めったなことない限りな。めったなことない限りフォローバックってあんませえへんな、うん、私なんて4年え俺のこと4年見てんの、うん、腹黒いなんてだからそこそれぐらいのなんちゅう格差はつけなあかんやろ、うん、それぐらいの何でもかんでもフォローバックしてたらええってもんじゃないやん、うん、それぐらいの格差はなんつけやなあかんよじゃないと課金しはる人からしたらあなんちゅうのアホらしいってなるやろねうちこくっすね。こくっすね。塀もこいたらねうちもこくっすよ、僕、うん。さ、それはフォローされてんのは、昔はさ、昔ってさ、なんでもかんでもフォローするやん。もうマジで配信がこう、ちょっと、うまくいくかいけんかの時。そういう時でもなんでもかんでもフォローするやん。あ、もうフォローされた方はね、もうフォローバックするんで、みたいな。フォローキャンペーンみたいにすんねんけど。まあ、ある程度さ、なんちゅうの、こう、なんちゅう、配信の内容、なんちゅうかな、ある程度確立してきたらな、やっぱそこはちょっと格差つけるよ。カッキーン！生まれて初めてのシャンパンタワー、どんつくらすかい！山ちゃん、どんつくらすかい！今は、天狗じゃない、全然天狗じゃないやん。うん。それはどの配信者も言ってるやろ。そうじゃない？それはどの配信者も言ってるよ。メガホンラスコイ落ち目は天狗っすね、うん、今日は聖司のお母さんの命日を知ってってどうでもいい知らんしそんな情報忙しいねこっち聖司どころちゃうねこっち、うん、フォローってどうしてもらいたいのかえでもあんで普通にツイッターとかで DM 踏んでフォローバックしてくださいみたいな、うんフォローバックしてくださいみたいな DM めっちゃくんで、うん、そういうところで多少はね格差つけていかんと何でもかんでもフォローバックするわけいかんからな、うん、エミタロの話知ってるよだから言うたやんかもうちゃんちゃんで終わるでていかんよかった昨日、うん、なんであれ騙されんのみんなバカなのマジで俺あそこのなんかガチリスナー見てて思うもんもう痛いなーって痛りすごいなってもうちゃんちゃんやんてエミタロなんかもう一瞬でよかったのもう最後はねちゃんちゃんでちゃんちゃんあカッキーンホームランちゃんちゃんこどんつくらすかいえーちゃんありがとうねどんつくもうあの茶番劇に何回も騙されんの、うん、俺もうあそこでガチコメしてるリスナーってちょっともうそこそこ痛い人多いんからと思うもんC 型肝炎なんかどうでもいいもんそんな C 型肝炎なんかそうやねもう無能が多いんかな無能が、うん、カッキーホームランどんつくらすかい昨日3時間放送して売り上げ1000円でしたどんつくらすかいいやあれはでもガチでさネタで言うけどガチのリスナーおると思うで、うん、嘘つきで嘘つきって
それに比べたら俺なんか全然嘘ついてへんでしょ、俺なんか。全然嘘ついてへんと思うけど、なんやったら綺麗さっぱりね、放送で言ってるぐらいもん。いや別に嘘言わへんや全然、でちょっとね一個の嘘がバレたらそれをね鬼の首取ったかのよ、鬼の首をね取ったかのに言われるよこっちも、普段嘘つけへんやん、今日は配信してくれてありがとうねって、毎日配信するよ元気にモリモリと。今日は社内でダラダラコメントで終わりますかって、その通りですね、その通りです。私ルイージに飛行機代出しちゃうけど、マジで、121番さん、いくらよいくらよ、121さんがルイージさんに飛行機代出したんやん。でも夜行バス行ってなかった、夜行バスで、それはどういう気持ちでその飛行機代と出し上げたわけ、福岡から羽田やろ、結構 ガチの人やんな121万さんって、ガチで答えてええやんけそんなもん、何それは、今は何、あの裏切られた気持ちでいっぱいですってこと、121万さん、匿名コメントやからじゃんじゃんしいよ、誰か分かれへんからさ、どういう気持ちでそういう風にするんやろな、裏切られた気持ちがいっぱいだ、いっぱいだから。あ、ガチじゃないよ、私は、私はタコよってことは、ルイージから俺に乗り換えたってこと、乗り換えキャンペーンしてくれたってこと、でもそんな飛行機代まで出してあげるということはそこそこ応援はしてたはずやろ、だからタコっていうのは ルイージじゃなくてタカシを応援してるってことでしょ、私はタカシってことで、そうやんな、お世話役の好きな人なんじゃねって、そういうリスナーさんもおるよ全然普通に、よくだからそれを一概によくしてくれるリスナーさんな、よくしてくれるリスナーさん、悪いリスナーさんちゃうやん、悪いリスナーさんちゃうからな、全然いいやんか、飛行機代まで出してくれるて、こっちから自腹やで、飛行機代、飛行機代自腹やで、水には知らんな、出稼ぎやろ水じゃないもん、ツイキャスからフワッチに来てでかすぎやろ、そういうことな、ルイージやエミ太郎迎えに行ったりしたからやって、そういうことな、あんまあれやで、配信っていうのはあんまり のめり込んだあかんよ絶対に、絶対のめり込んだあかんよ、のめり込んでいいのはここの放送枠だけ、 OK ですか、ここの放送枠だけね、飲み込んでいいよ、ここはもうリアルガチやからね、リアルガチ、知らん、あの運転手の効果って誰、アカウント出せる121番、俺ですよルイージの配信がそこまで見てへんの俺、もうあのパターンがもう決まってるやんか、パターンが決まってるかも見てへんね配信、バカだよな君が消えない、もういないのに私のこと忘れたの、いや匿名やから分からへんだけ、久留米から空港まで、会ったことある、121万さんで、
あ、さっきごめんごめん、ゴーストも見てへんねんいつも俺。ごめん、あ、マジで？マジで？あ、そうなんや。あ、そういうつながりもあってんな。いやー、なるほどね、なるほどね。なるほどね。いや、びっくりした、俺、普通に。いや、あの、アイテムだけど、そう、ゴースーマンにちょ、俺いつも把握せへんのよね。把握するわ、ちょっと。うん。もう社長は、うちっすよ。うん。社長はうちおってよ、もちろん、うん、いや俺も知ってる知ってる、あの お世話になってるから、普通にお世話になってるからな、うん、あ、そうなんや。社長もう うちだけね、うん、もうリアルガチで見てよ、こっちほんまリアルガチやから、うん、え、マジで知らんかったわ、うん、いや普通、お全然覚えてる、全然覚えてる俺。そろそろ所得税発表しようかって、なめんなよてめえこの野郎、勝手に仕切んなよお前、仕切んの俺やからな、俺が仕切るからな、勝手に仕切らんとってくれる。今まではね、なんかリスナーが早くしよう早くしよう言ったから早くしたけど、いや別に引っ張れへんよ、金額出ましたね。じゃあもう発表するか。うん。もうちょいです。あれじゃない、数字いってもいいんじゃない、跳ね上がっても。え？この BGM 流したら大体閲覧上がんねん。で、あえてさ、今日重大発表にしようかなもんだけど、もうそのタイトルやめた。そのタイトルもやめた。重大発表でいちいちなんかタイトル詐欺するのも嫌やん、うん、タイトル詐欺するのも嫌やから、もう重大発表するのやめた、うん、純ちゃん配信させてええよ、もうわこんやん純ちゃん、なんかいらっしゃい、閲覧普段の3倍中があるやろ、配信人誰も配信しんからよ、誰も配信しんからよ、ゼロワンさんとかね、聖女が配信したらいつでも垂れるけどさ、誰も配信しへんや。いやだから、ね、それは、あ、いらっしゃい、ダンツクラスかい、サクちゃんか、うん、あ、もうこいつブロックね、178 A 級ブロックね、アホかこいつ、もう178番去年なら数千人おったのは、それはだからあれやんか、配信タイガースっていうチートがあったからやんか、うん、あれ3人おって数千人やで、うん、あんなもんバラバラのって意味や、もう何百人の世界で、うん、そうじゃない、バラバラやったら数百人やで、うん、あれ3人一緒におるから1000人2000人単位で来るけど、1人だって1人の放送しだしたらもう、マジで数百人単位やから、何百人はお前って変わる、大して変わらんって、その閲覧数なんか、うん、そうじゃない、もう100台と1000台で、100台と1000台で決まっちゃうで、うん、もう閲覧3桁なんかもう大して変わらんやん、そこまで、政治も昼間かそってた、政治はだからもうあれじゃない、もう今イベントだからちゃうの、うん、イベントやから、いやだからその配信内容によるて、うん、配信内容に、そうじゃないよ、いつも200ぐらいっていうか、その配信内容でも変わる、数字がバリバリ変動すんねんからさ、うん、一概には持ってないよね、うん、ほんまに何もせんで車の中で ずっとぐーたらぐーたら喋ってたら、そらな数字も垂れてくるで、何の展開もなかったら、配信内容やってる要は、
でも俺は僕結構浮き沈み激しいな。どっちかって言ったら、うん、浮き沈みめっちゃ激しい、うん、あのさ153番さ、お前さ、この人コメント読まないねちゅうさ、まあ、アホなので、うん、まだおんのこんなやつ、ふわっちにコメント読まないねちゅう、うん、お前さそんなこと書いてコメント読んでもらえと思ってんのか、この野郎。お前153番コメント読まないねって言ってコメント読んでもらえと思うか。ああ、どうやねんお前。書かねえやろ、恥ずかしいかやめや、うん、コメント読まないにちゅう、うん、たまにおんねん、アホみたいにコメントドゥルルー流れてんのにこの人コメント読まないねとか書かれるよ普通に読めるわけないやん、そんなもんで。アホなんかな思ってこいつ。機長もよく怒ってる。機長もそんなん言われる、うん、いやマジやで、ほんまやで。あの炎上とかするやんか、炎上してるときにコメントドゥルー流れるやん、あんときにこいつコメント読まないねとかだコメント見ろみたいな、読まれへんからって、うん、察してな、そこ、うん、察してな、読まれへんねん読まれへんねん、ね、コメント読まないねって言ってるさなかにね、わざわざそのコメント読まないっていうコメント読んねんやからさ、そこは評価してよ。オッケーですか、うん、だからこれから配信者にコメント読まないねとか書かんとって、うん、迷惑やから、そういうの。あ、その前に聞いていいかな、あのとりあえず通知来た、通知、今日オデの放送の通知来た、うん、あ、来た、来ない、来たよ、来てない、いや配信の通知、なんかふわっち、なんか今日はあれしたやんな、何だっけ、メンテあれ結局何のメンテなん、通知のメンテ、通知メンテってこと、やっぱそうやん、だってこれで今閲覧600あんねんで、うん、ってことは今まであれやねん、やっぱ通知行ってなかったんて、うん、通知が行ってないから閲覧がだだ下がりしょってん、これが僕の普通なんすよ、うん、でメンテしてから今日通知行ってるでしょ、見て今624やろ、うん、そういうことだから今までだから通知行ってなかったんよ、あ、今来たでしょ、来ましたでしょ、ま、そうそうやねんて、うん、そうやねんて通知行ってなかったんて、今回はメンティしてからちゃんと通知行くようになってるから、こうやってあの閲覧集客すんねんけど、前まではここ 2,3 日ね、まあ、1週間かな通知行ってなかったんよリスナーさんに、うん、違う、今 やってるやん配信者、あきこままでしょ、うん、アキコママでしょ、やってるやん、1000人ぐらいおるんじゃん、だからこれ完全に運営が水下げしとったわけよ、水下げやられるで、マジで本当に、ただいさえね商売上がったりでね、収益もねクソ下がってんのにね、こういう営業妨害とかマジやめてほしいね、うん、閲覧水下げね、
いや、だってほんまやんか。そうでしょ？これ、今回運営がメンテしてから俺、エッツさんにガクッと上がったもん。運営のせいですよ。もちろん。だから俺、昨日までエッツさん200とかで。200、300やで。おかしいでしょ、明らか。あ、WBC もあるんかな。WBC もひどいよマジで、サボってないわ俺、一生懸命配信しんねこっち、死に物狂いで。リカピーやってへんわエッチ。いやタイトル書いたらエッチさん激減ちゃうで、タイトルだから別に大して関わらんやんか、多分な俺こっちのタイトルより重大発表の方が多分エッチさん取れると思うで、重大発表の方がどっちかって言ったら、今オーツやってないから、あパゼロ番とか政治やってないからよ、でも配信すると思うで、確定申告やから来たのってことは ほとんどヤジウマってこと、ヤジウマリスさん手挙げて、ヤジリス、ヤジリス全部ブロック入れてくんで、和道さん並みにブロック入れていくんで、もう帰って帰って、矢印、帰って帰って、おこんとって、こういう時だけね、来てね、ちゃちゃかしてくるんやから、もう帰って帰って、ええー、もう帰って帰って、おこんとって、聞かしたくないわ、このわけの矢印、ちょ、あのさ、仲良くしようよ、マジで。うん。矢印もいいけどさ、仲良くしようよ、もうちょい。せめてね。俺と兄さん、あ、まあ、アンチもいてると思うで、この中で。この中にアンチもいてると思うけど、仲良くしようよ。ダメっすか？あ、アンチさん。今年もせめてね、今年1年。ダメっすか？仲良くしようよ。俺もそんなね、ピキリゲーとかするけどさ、ガチでキレてるわけちゃうから、ガチでキレてるわけちゃうから、そうアンチ仲良くね、今ふわっちってさ、アンチコメントにやっぱ厳しくなったやんか、ブロックしたらもう永久ブロックみたいな、うちもそんなんせえへんから一切、永久ブロックとかせえへんから、うちはね、お前イラッとしてるときわかるでって、どういうときなの俺、さっきブロックしたよ、わけのわからん一部とかだな、ゴミみたいな配信者ブロックするよそんなもん、わけのわからんやつは。せやで、だからめったにブロックせえへんでしょ、しかもプラスアルファキツネやからさ、楽やろコメント、結構ね俺リスナーのこと考えてさ配信をしてるつもりやで、タヌキン戦闘、コメントしやすい状況とかね作ってんやけどな、キャス勢にふわっち乗っ取られたなんて、キャス勢だ、ミズニャやの、ミズニャも今だけちゃうのあれ、今だけやろミズニャも、いやだから矢印戦もでもいいんやけどさ、矢印専門でもいいんやけど、全然。いいの？ 1 位2位がツイキャスだし？えんか、それでふわっち。昨日今日来たようなツイキャス配信者、どこの誰かわからん。ええの？そっちより俺の確定申告の金額の気になるんちゃうの？こいついくらやねんて。確定申告の金額、ほぼほぼ決まりました。ほぼほぼ決まりました。狂ってる？来るじゃん？来るくなってる？うせやろ。
あ、いける。ダンスクラスかい！さくちゃんダンスクラスかい！え、でも今日結構ふわっちの人口多くない？うん。そこそこみんな、なんていうの、あの、越山割れてるよな。うん。そこそこ。まあまあ、越山よりアイテムやけどな。越山よりアイテムやけどな、うちは。多少の越山はな、なかったらさ、馬鹿にされるからな。でね、まあまあ、そんな話はいいんやけど、俺今日ね、税理士さん会ってきました。税理士さんに。会ってきました。偉い。初対面した。身長がね、180センチぐらいの、結構ね、俺、おじいさんみたいな人出てくるんかな思うんだけど、全然そんな感じじゃなくて、あの、普通の、なんちゅうの、結構、なんちゅうの、イケメンっちゅうかなんちゅうかな、男前な人だな。うん。あ、こういう人が税理士さんやな。ええー、思って。で、初めて会うからさ、まずその税理士さん自体もこの放送内容とかなんちゅうの、そういうの全く分からん人やで、うん、全く、あ、こういう風なシステムで、あ、こういう風な稼ぎ方する、いやー、なるほどみたいな、うん、税理士さんこの配信見てるかもしれんな、うん、いやー、なるほどねーだーって、あーすごいですねって、うん、すごいですねって、これで携帯の端末一つでここまで稼げるんですかって、まあ、そうなんですよねって、うん、そうなんです、この携帯端末一つで携帯に向かって喋ってるだけで、お前がすっとこどっこいアップル iPhone ロビンソンって言ってるだけでここまで行ったんですよって、これでもあれですよねって、バズったんで今年ですよねみたいな。そうっすね。まあバズった違う。今年バズりましたよみたいな。うん。あ、去年か。去年っすよね、バズったんで。今オワコンっすよね。今オワコンやけど、まあ去年がちょっとバズって、ここまで行きましたみたいな。ああ、そうなんすね、みたいな。で、まあ、そのライバーの、その、なんちゅうかな。確定申告の件は、何件か依頼はあってんけど、まあ、そこまでなんちゅう小物やったから、やらんかってんて。小物ライバーばっかりだからな。俺、大物らしいで。マジで。いや、こんなすごい人、ちょっと、なかなかいけないですよ、みたいな。ええー、って。有名なんすよ、結構、みたいな。いや、ほんまです。言われてんね、ほんまに。そこそこ稼いでます、みたいな。うん。いや、俺でね、ここまでやったら、上には上もっとおるからねって。うん、上には上もっとおるからねって、うん。一応応募の扱いみたいな。んで、まあ、自分の名前あるやんか。まあ、こういうアカウントで放送しますみたいな。それを見せたいやんか。うん、こういう風な放送しますとかな。うん、借金してるし、ギャンブルもするし、で、なんちゅうん、いろいろ、YouTube とかにも勝手に上げられてますみたいな、うん、え、俺有名ちゃうの？もうすぐオワコン？どっちなん？俺有名なん？もうすぐオワコンっていうことはまだオワコンではないってことやんな、そう捉えていいの？どっちなん？俺個人的にはもうオワコンやと思ってんねん、個人的にはね、うん、いや、だからそれは別に言ってもええねんて、うん、何やったらもう全部言ってもいいよって言われても、先生に、うん、先生、まあ、別に全部言ってもいいですよみたいな、うん、でそれでまあまあそういう風なシステムで、まあ、こういう風に稼いでますって、で1月から12月まで収益をまあまあ全部見せるやんか、ピャーって1月はこんだけ、2月はこんだけ、3月はこんだけみたいな感じで、すごいですね、じゃあこれでこんなに稼げるんですねみたいな、うん、
先生見てるんちゃうかな、多分見てると思う。え、今日は配信するんですかみたいな、何時から配信するんですかみたいな言われたよ。いやちょっと時間は決まってないですねみたいな。あ、その時は絶対見ますみたいな、先生な、ちょっと名刺ももらったよ、名刺も先生の、で奥村さんねって、まあ、この前領収書とか全部送ってもらったのいいんですけどって、あの経費がね、あの少なすぎますって言われた。経費が少なすぎるって、で嘘でしょ、で、何に使ってるんですか、逆に何に使ってるんですか、こんだけ稼いでね、経費こんだけで、実はねギャンブルっすねみたいな。協定で消えてます。テレポート見せよ、俺テレポート、あ知ってる、俺聞いてんけど、おい、ギャンブルは税金かかる言うてボンクラリストに出てこいよこの野郎、お前聞いたわこっち、お前それ税金かかるぞとか言ってるボンクラリストだ、ボンリス出てこいよこの野郎、お前先生に聞いたわこっち、今日ギャンブルは経費で落ちるんですかって、ボンリス、よくあるやんか、なんかあのテレポートとかで、や例えば万張りして3連弾ぶち当てて40万とかの配当来るやんか、お前それ税金かけるからほじれほじれと言ってるやつ出てこいよこの野郎、お前俺先生に聞いたから今日、あのな、あのさ、ギャンブルって年間で50万以上の収支があったら税金発生するんで、年間通してな、年間通して50万プラス50万以上の収益が発生してなんか税金発生するんで、年間やで、あるわけないやん、テレポートで1500万ぶち込んで1000万の返りやで、あるわけないやん、マイナスや、逆にマイナスやわ。ただギャンブルはあの経費落ちませんで、ギャンブルは経費落ちませんで、だから配信上でいくらぶち当てとか別に見せてもええわけよ、例えば配信上でプラス40万勝ちましたでテレポートで、その時は別に見せてもいいけど、結局1年間通してトータルがプラス50万以上やったら、あの税金かかってくると言われて、いや勝ち分やけど結局年間通してマイナスって意味がないやんか、なんで、ね、年間通してマイナスに税金払わなあかんのになるやんか、ガチやで、先生って間違いないやで、50万以上だ、いやちゃうそれはちゃうよ、間違ってる絶対間違ってる、ちょ先生に聞いてこいよ、俺聞いたもん先生に、うちの先生最強やからな、なめんなよ、うちの先生最強やからな、ググランでも先生おるからこっちの勝ちやよ、お前東京っすね、お前の税理士も小物ちゃうわ、大物やわ、あんたらより大物やわ、オーラ出とったわこっち、オーラが税理士のオーラ出とったわ普通に、いやだから俺それ聞いた瞬間に、あそういうことなんやねって、じゃあ別にそんなん税金の払わんでいいんです、先生聞いてるだ絶対、先生も多分あんたらバカだなんて思いながら何も知らんなみたいな、いやあんたらのが理解してた話で、だからな、その予算部と言わん方がいいと思うで、
こっち、一流なんで。うん。こっち一流の先生なんで、舐めないで。予算部とかそういうやつ一番嫌い。丸々も言ってたぞとかな。丸々も、うん。お前どうやねんって話やねん、こっち。いや、結構そこそこイケメン中かな。うん、なんか、なんか実業家みたいな感じ。うん。うん、あ、結構なんか意外とモテそうやなみたいな、うん、ぜひともね、高志ゼミに入れたよ高志ゼミに、うん、その年の1月1日から12月31日までの1年間での払い戻しの合計が50万円を超えると税金の支払いが必要です。払い戻しやろ。でも払い戻しの代わりにぶち込んでるやん、うん、ぶち込んでるやん。1500万かけて1000万しか返ってきてんやろ、うん、なんでそれに対して税金かかんの。1500万ぶち込んで2000万返ってきてんやったらさ、それ税金かかるってわかんで、うん、いやーちゃうと思うで、先生の言うとこ間違いないよ、うん、違う違う、先生しか勝たんの、先生しか、うん、岩ちゃん連れて空き駒のに行くわけないやん何しに行くな、空き駒のとこ。いやいや、にわか多いわマジで。こっち最新情報なんでね、すいませんけど最新情報なんで。狂ってる狂ってる狂るちゃん、もうええって、もうよ。治ったでしょ。プロなんで舐めないで、うん、舐めないで。下手なこと言うぞ。いや先生ちゃうわ、ガチやから、ガチやから。エア先生ちゃうから、ガチやから。ちゃんと名刺ももらったからな。お前これちょ、これ名刺全部見せられへんけど、これは見せれるわ。これは先生いいでしょ、これは見せても。ちょっと名刺もらったんで僕、うん、いやちゃうよ、ガチやから、うん、ちゃんと隠してるからね、うん、名前なんか言うわけないやん、言うわけないやん手作り名刺ちゃうわお前。いや別に勘違いしないよ、全然。これちゃんと裏面もあるんじゃない。あ、裏面もある、裏面もある。でもこれ裏面もちょっと見せれんな、うん、裏面はちょっと見せれんわ、うん、でも結構いい先生ってさ、うん、いい先生ってな、そこそこ。で、まあまあ、とりあえず、税金、奥村さんね、で、経費少なすぎますね、で、うん。奥村さんが、年間で使ってる経費って、多分ね、100万ぐらいで、100万ちょいですよって。うん、ええー、って。150万ぐらいかな。家賃も入れたら。嘘でしょって。年間100円で俺100万ちょいかな、100万100、140、50かな。
書を捨てまくって、捨てたっていうか、領収書をなくしたから一回。いや、ガソリン代、高速代入れても、その領収書がそこまでないんよな。そう、ちゃんと領収書取ってないからさ。で、この前、去年やったかな、ゼロワンチ行った時に、ガソリンスタンド行ったな、ガソリンスタンドのところと行った時に、車内清掃してん、車内清掃。で、いるもんといらんもん分けてくださいねって言われた時に、領収書をさ、たんまり貯めた領収書のボックスを、車の中に入れとってんな。で、それもな、俺、とんの忘れとって、ガソリンスタンドって言い方、捨てよってや、全部、領収書。やってもうたもんで。エネオスで。いや、結構溜まっとってんな。それが多分な、1月から、去年の1月から、4月か5月ぐらいの分の領収書やね。そこの1月か4月か、4月ぐらいまでのやつがほとんど空白やね。俺。いや、今は全部ゆあちゃん渡してんやけど、全部だな。お前さ、引っ張るから越前減ってきたとか言ってるけどさ、お前そんな作戦に俺乗るって思ってる？あ、100人です。すいません、社長。社長すいません。生意気な口聞いてすいません。前振りなの、前振りね。そういう地味なことしてんかって、地味なことじゃないっていうか、別に領収書な、ないからや。1月から4月までの領収書がないからさ、人見て態度変えるのやで。人見て態度変えるよお前、社長や今の社長、リアルガチの、そんなリアルガチの社長に偉そうな口聞けるかお前。間違った俺、マジで。で、とりあえず、まあ、経費100万ちょいしか上がってないですね。100万、まあ、150万ぐらいですね。で、マジか。でね、先生で。一体ね、僕、これ、いくら税金来るんですかね。いくら来るんですかね。あ、ざっと計算しますって。住民税、パチパチパチ。国民健康保険、国民健康保険、パチパチ。予定納税、パチ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 。事務所税、パチパチパチ。Oh my god! Oh my god!年金、国民年、ね、年金、プシプシ、住民税、事務税、事業税ね、消費税、事業税、消費税、全部ひっくるめて、健康保険も込め、先に言っとくな、3月15日に確定申告、3月15までやんか、とりあえずは。3月15日までに必要最低限いるお金が
350万です。必要最低限ね。うん。んで、トータルいくら払うのって、トータル。これまだまだやで。マジで。まだまだやで。バチスロの AT ちゃうやんから、お前。上乗せあるよ、もうまだまだ。まだまだ上野さんで、うん、まだまだこれひもう普通に所得税だけな、これ所得税だけやで、うん、そっから事業税とかいろいろ乗るわけよ、うん、事業税とかそっから住民税で健康保険予定納税全部含めたらいくらと思う。マジで、俺もマジで配信やめようかな。うん。飛んでいいっすか ?TikTok 行っていいっすか、うん、消費税も乗るよ、もちろん。うん、売り上げが年間通して俺1800万やった。うん。1800。1年か、去年ね。でもさ、これマジでリスナーさんに聞いてほしいねんけど、ほんまに税金で持っていかれる、うん、こんなん言う配信者なかなかおらんでしょ、うん、金額までズバッと言う人って、うん、ざっと言って全部ひっくるめていくらかって行きますよ。トータルで800万です。800万。いや、無理じゃねえ、こんなお前。マジで。どうするんで。800万で。さっきの入れて込みなの。だから350万にプラス、いろいろ入って800万、全部で。普通は経費とかで落ちるんやけど、経費がそこまでないんやな。年金とかね、そうそう、予定納税とか入れたら800万。貯金ないっすね。何に使ったんですかね。奥村さん、奥村さん、貯めてますって言ったら、いや、貯めたいっすって。テレポートに消えましたで、ね。死のうぞ、ふざけんなよ、これ。トラックの時の年収が300万ぐらいじゃん。いや、聞いたよ、先生に。あ、これさ、これね、って。お金ないですよ、って今。ガチで。ガチめに金ないですよ、って。そしたら、いや、これって税金で分割いけるんですかみたいな。あのね、税金分割って、多分ちゃんと税務署さんにちゃんと状況説明したら、多分分割はいけると思いますって。うん、ただ、延滞料金。あー、カッチー、ホームランドンツクラスコー、社長
なんで悪質やねん。俺なんか全然悪質やで。悪質なやつはあかんで。だから800万の分割やったら毎月なんぼ70万。毎月70万か。7に重視、そやな、70万ぐらいか。それプラス、延滞つくからな。めっちゃきついよ、俺。養分100回収で、もう養分100回収。